入ってもいいですか先生。はい、どうぞ。失礼します。私はルフラミンと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず簡単に自己紹介してお願いもいいです。はい、はじめまして。私の名前はルフラミンと申します。22歳です。バングラデシュ出身です。今ダッカのモハモッポンに住んでいます。私はサンジャパニストレーニングセンターに入って5級を合格しました。私は専門学校を卒業しました。私の趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今どこから来たんですか。ダッカのモハモッポンから来たんです。ダッカのモハモッポンからですね。はい、わかりました。何時間かかりますか、ここから。15分ぐらいかかります。どうやって来ましたか。CNG で大使館へ行きました。CNG で何時間ぐらいかかりますか。1時間ぐらいかかります。1時間ぐらいかかりますね。はい、わかりました。大使館の、入る前、外何を見ましたか。いろいろな大使館を見ました。わかりました。何を持ってきましたか。自分のパスポートと資料を持ってきました。持ってきましたね。大使館の来たのは初めてですか。はい、初めてです。初めてですね。はい、わかりました。家族は何人ですか。5人です。誰と誰がいますか。両親と兄と姉と私です。はい、わかりました。日本でどうして、留学をしようと思ったんですか。日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学費は他の国より安いですから、日本で勉強したいです。勉強したいですね。はい、わかりました。今、一番欲しいものは何ですか？パスポットを欲しいです。今、パスポットないですね。パスポットなしで。日本のビザが欲しいです。今、何が一番欲しいですか？日本のビザが欲しいです。はい、わかりました。あなたはいつも休みの日は何をしますか？洗濯や掃除をします。洗濯や掃除をします。あなたはきれい主義ですか？はい、きれい主義です。はい、きれい主義ですね。日本で一番したいことは何ですか？京都へ行くと思っています。例えば、いろいろなところを見たいです。お寺と神社を見たいです。見たいですね。はい。日本に行ったことがありますか？いえ、ありません。あなたの長所と短所を教えてください。私の長所はいつも約束を守ることです。私の短所は仕事に真面目なところです。はい、わかりました。あなたの、学歴は何でしょうか？9年の5月です。9年の5月何を卒業しましたか？専門学校を卒業しました。専門学校で何を勉強しましたか？メカニカルエンジニアに勉強しています。メカニカルエンジニア。日本に行ったらメカニカルを勉強したいですか？はい、したいです。メカニカルエンジニアを卒業したら何をしたいですか？メカニカルエンジニアに関係会社で働きたいです。どこで働きたいですか？日本で働きたいです。はい、何年間ぐらい働きたいですか？日本からビザがもらえばできるだけ働きたいです。働きたいですね。はい、わかりました。あなたの職業は何ですか？イスラム教です。イスラム教です。食べられないものがありますか？はい、あります。何を食べられないですか？お酒と豚肉はイスラム教の禁止です。わかりました。1日から10日までお願いします。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。10日ですね。あなたの誕生日を教えてください。2001年の8月の7日です。7日ですね。日本で一番楽しみなことは何ですか？京都へ行こうと思っています。京都でお寺と神社を見たいです。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありませんね。日本の5つの食べ物の名前を教えてください。寿司と天ぷらと牛丼などです。などですね。はい、好きな食べ物は何ですか？日本ですか？バングラデシュですか？はい、バングラデシュの食べ物の中で。ビリヤニ、ヒチュリ、ポラオなどです。などですね。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。日本に留学したことがありますか？いえ、ありません。あなたはバングラデシュの有名なところ、コクソバザルに行ったことがありますか？はい、あります。ありますね。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。ありません。何時に宇宙を出ましたか？7時に宇宙を出ました。7時に宇宙を出ました。何時に大使館の前に来ましたか？8時半、大使館へ来ました。
きましたね。はい、わかりました。細かい作業大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、どんな作業をするのが？魚の切ったり小さくをしたりします、ね、します。はい、わかりました。1本は何秒ですか？60秒です。秒ですね。はい、バングラデシュは、いつが一番寒いですか？12月です。バングラデシュでいつが一番暑いですか？1年で1年で5月と6月です。5月と6月いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばできるだけ日本に行きたいです。あなたの経営弁者スペンサーは誰ですか？私の父です。父ですね。学校のお金払いましたか？はい、もう払いました。いくら払いましたか？98,900円です。払いましたね。どうやって払ったんですか？銀行で払いました。その銀行はどこにありますか？ゴルシャンにあります。その銀行の名前を教えてください。ミッドランド銀行です。はい、わかります。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばできるだけ行きたいです。行きたいですね。日本に友達や親戚がいますか？いえ、いません。いません。はい、面接が以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。